私は子育てをきっかけに立候補を決めました。子どもたちに対してやってみよう、やってみよう、挑戦を促すような声かけをしてきました。ところが自分が何も挑戦できていなかった。だから一生懸命挑戦できるものを探しました。その時に子どもたちは地域で育つ、そう気づいたんです。だから地域を良くするために何か挑戦したい、そう思い区議会議員に立候補しようと決めました。私は文京区を挑戦できる街にしたいと思っています。挑戦することは新しいことを知ること、学びの多いことだと思います。文京区は学びの街です。だからこそ一人でも多くの方が、大人も子どもも挑戦できる、そんな文化を作ることが大事だと思い活動しております。挑戦する文化を文京区に。子どもは挑戦していると思います。しかし大人になると失敗を恐れたり環境の変化を恐れる、そういったところで挑戦する方がちょっと減っているんじゃないかと思います。挑戦することを何度も繰り返すことで失敗を恐れない、失敗しても大丈夫って思うことが大事だと思います。成功するまでやってみる、これが大事なことだと思うので、小さい失敗を皆さんが何度も何度も私も含めて経験することが大事だと思います。今多くの方が自転車を使っています。子供を乗せていたり高齢の方が自転車を乗っているんですが、文京区だとこの道のように自転車の道、そして歩道の道あるんですが、子供を乗せていたり高齢の方だったりするとこの車道側の自転車道を走行するのが怖いって思ってる方とても多くて、歩道を走行している方がいます。それはルールを破りたいわけじゃなくて、自転車用の道を走るのが怖いからこの歩道を走っている方がとても多いと思います。自転車用の道を走るには路肩に停めている車の移動をしてもらうなど、できることがまだまだたくさんあると思います。規制を強めるのではなく、走りやすい道を作ることによって皆さんが安心して移動できる、安心して生活できる場所を作りたいと思います。その安心です。条例でなんか変えていくってことなんですか？そうですね。ただ道は区が持っているところもあれば県や国が持っているところもあるので、全てが全てできるわけじゃないと思います。なので一概にこれをするから大丈夫とは言い切れないんですが、その挑戦する中で調整して道を良くしていく、場所を決めていく、住み分けをするというルールにしたいと思っています。私は小さな声の静かな選挙をしたいと思っています。この大きな選挙カーの音に皆さん困っているという意見大変たくさんいただいてます。そして私自身も今0歳と2歳の子供を育ててるんですが、寝かしつけが終わったなっていうところに選挙カーが通るとドキドキしていました。リモートワーク中も聞こえなくてちょっと待ってくださいっていう間をいただいたりしてました。でこうやって困っている人がいっぱいいるでそしてこの選挙は区民の方に選んでもらうための選挙だと思います。それなのに区民の方の生活をそうやって脅かしてまでやることじゃないと思うんです。自分の名前を覚えてもらいたい、自分に投票してもらいたいという気持ちはとってもよくわかるんですが、それを脅かすことはしたくないので、この小さなこの小さなマイクでこれ10メートルも聞こえないらしいんですけどこれで頑張ろうと思いますっていう気持ちです。なので小さな声で静かな選挙なんですはい、私をサポートしてくださった方、今まで私を見かけてくださった方、そしてまだ見ていない方も皆さんいつもありがとうございます。私はこのピンクのジャンパーを着てずっと街中を歩いていました。見かけてくれる方、声かけてくださる方、ツイッターなどでメッセージをくださる方、皆様の行動すべてがもう毎日毎日感動です。いつもありがとうございます。でもこれに懲りずに、もし選挙が終わっても私はこのジャンパーを毎日着て外を練り歩こうと思うので、もし見かけたらあやこーって声かけてください。気まずい方は川畑さんとかでも何でも大丈夫です。声かけてもらうとそれだけ私は元気になってもっともっと頑張ろうと思います。あなた方区民の皆様に寄り添えるように引き続き頑張ります。どうぞよろしくお願いします。